おはようございます。白菜です。本日のお話はですね、諦めたらそこで試合終了だけどというお話です。この諦めたらそこで試合終了だよっていう言葉ですね、これは有名なですね、スラムダンクという名作の漫画ですね。あの漫画の中で、バスケ部の顧問のですね、安西先生が言う言葉ですね。有名な言葉で。名言とかネットで調べたら、まず間違いなく出てくる言葉ですね。で、確かにこれ、諦めたらそこで試合終了っていうのは、すごくこう、大事な話で、よく言われるのがですね、いつその、例えば何か、楽器をこうやってて、できないフレーズに当たりましたと。で、何回練習してもできません。で、そのフレーズがいつできるようになるかって分かんないんですよ。もしかしたら、例えば日数で言ったらあと3日後にできるかもしれないし、もしかしたら明日にはできるかもしれないんですよ。だけど、それ分かんないじゃないですか、自分で。そうすると、あ、もうできないな、これダメなんだって。もし今日1日頑張って、明日もう1日やったらできたかもしれないのに、そこで諦めてしまう。だから、そこで諦めずにやり続けると、やっぱりその、いわゆる創発というやつが起こって、昨日までできなかったことがいきなりできるようになるっていう瞬間が出てきたりとかするし、今まで分からなかったことがいきなり分かる瞬間というのがあったりするわけですね。だから諦めてはいけないと。そういう意味でも、この言葉すごく大事なんですけど、でも別の見方をすると、何でもかんでも諦めないでって、ちょっと無理があるじゃないですか。やっぱり人間、時間も限られていますし、その、何でもかんで、いろんなものに手を出して、うまく、その、全部でその、ある程度の結果を出すまでやるっていうのは、なかなかやっぱ難しいと。で、自分はこれがやりたいと思ってやってても、必ずしもそれが、できるようになる。それで結果を出せるかどうかっていうのは分からないわけですね。なので、まず大事なのはですね、自分は何がしたいのかっていう、そこを、まず、なかなか難しいと思うんですけど、自問自答を繰り返してですね、そこをまず知ると。で、例えば、音楽がやりたいってなった時に、音楽をやってっていうのは、それは、手段というか、そういう部分なわけですね。で、自分は何がしたいんだろうっていう話は、それよりもっとこの、抽象度が高いというか、人に、勇気を与えたいとかね、例えば思ったとしましょうよ。で、音楽を自分でやって、人にそういうふうに希望を与えるようにしていきたいって思ったとしても、音楽っていうのは、一つの手段なわけで、別に音楽以外の手段でも人にその勇気とかをその与えるっていうね、ことは方法はあるわけで、だから音楽っていうものにあんまりそこが分かればこだわらなくなる。もちろん自分の中でその好きなことで楽しいことだから趣味で続けていく。だけど自分が本当にやりたい、これがしたいっていう、ことを達成するのに音楽にこだわる必要はないっていうことに気がつくわけですね。そうすると音楽がいくら好きでもやっぱりうまくいかない部分、思ったようにいかない部分っていうのがあって、その時にそこでいくら諦めずに頑張っても、もうこれダメなんだなって思ったら、もうそこはもうバッサリ切り捨てる。なかなか難しいと思いますけどね。でも切り捨てる。で、その切り捨てられるかどうかは、自分が何をしたいかっていうのは分かっているっていうことが、前提になるわけですね。で、諦めたらいけない部分っていうのは、何がしたいかっていう、そこの部分だと思うんですね。どうやってっていうところは、いろいろ試して、あ、これはダメなんだと思ったら、そこはもう諦めていいと思うんです。で、音楽、さっきから音楽の例で言ってるんで、そのまま続けますけど、音楽で言えば、それで例えばプロになるのは無理だったと。でも別に趣味でやればいいじゃないかと。楽しいわけですから、それでもね。で、それとは別に、自分は
こういうことがしたい、これをする人に勇気を与えていきたいと思ったら、それをできる別の手段をいろいろやっていけばいい。で、そうすれば自分がその集中すべきものと、今は集中しなくていいもの、まあ、息抜きでやればいいものとか、それが見えてくるので、諦めてはいけない部分と諦めてもいい部分っていうのが見えてくるわけです。で、自分の本当にやるべきことに時間を集中させることができる。で、それ以外の部分は時間を減らす。そうすると、時間も有効活用できるし、自分も変にストレスにならないし。なので、諦めたらそこで試合終了だよっていうのはすごく大事な言葉で、力になる言葉なんですけど、だけど、諦める部分と諦めない部分っていうのをやっぱり自分の中でちゃんと明確にすることが自分のためになるし、いろんなことに時間をね、なんか散らしてしまって、本当に自分がやるべき大切なことに時間が費やせないっていう、そういう事態を、防ぐことにもなるので、ただ固くなに諦めないのではなくて、見極めるっていうことが大切なんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、本日のお話は諦めたらそこで試合終了だけどというお話でした。では、今日も素敵な一日を。